はい。ご覧いただきましてありがとうございます。せーやーです。本日はね、動画のタイトルにもあります通り、まあ、そこそこ重要な、えー、報告をする動画になります。はい。で、まあね、急いでちょっと皆さんにお伝えをしておこうかなというふうに思ったので、あのー、まあ、空き時間、ちょっと短い中で今撮影してるんですけど、まあちょっとね、外とか、 今ちょっとお昼間なんでうるさかったらちょっとすいません。はい。で、まあ今回ね皆さんに何を伝えたいかというか、まあ、何を報告しておこうかなっていうふうに思ってるかと言いますと、最終的にはね、まあ、僕にとっても、まあ、皆さんにとっても、まあ、いい方向に進むための、まあ、報告というか、まあ、いい方向に僕がね進めていかなければならないようなことなんですけど、 今だけを見ると、僕にとっても皆さんにとってもちょっと悲しいというか、まあ、残念っていう風に捉える方がおそらく大多数いらっしゃるのかなとえ、そんな感じの報告になります。で、それが何かって言いますと、もうはっきり言っちゃうと、あの、この c a s m r にね、あの、近日どんどんあの動画に、あの、広告がついていきます。はい。で、本当にこれだけを聞くと、 なんでって思う方もね、本当に多分非常に多いと思いますし、不快に読まれる方もね、本当にたくさんいると思うんですよ。実際僕も ASMR の動画に広告つけられるのって、あのー、まあ、音が出ないね、バナー広告とかだけだったら、ま、私も、あのー、ね、初めに出てくる、まあ、CM みたいなものですよね。音付きのもの。本当に ASMR にとっての、まあ、最大の敵と言いますか、 まあそういったものを、まあ、僕自身がそういうのを見るのも好きじゃないし、実際自分が SMR ハマって動画見てる中でもすごい不快に思ったこともあったので、まあできるだけこういった広告はつけないでおこうとは、まあ初めの頃からずっと思ってはいたんですけど、まあそれもあってね、一回こういう雑談で、あの、まあ音質向上プロジェクトとかね、名前つけて、まあ Amazon で皆さんが買い物してくれたら、まあその中の 本当に 2,、2、3%ぐらいが、あの、このセア SMR の企画費に使われるっていうふうにしてたんですけど、まあ、実際あれで入ってきてるのが、本当にこの前ね、試し撮りで見せたあの、耳の模型。まあ、これですね。この耳のやつ。はい。これぐらいが、あの、まあ、買えるぐらいのね、お金っていうのは、アマゾンさんから生きただけたので、皆さんがね、 あの僕に対して応援をしてくれた気持ちが、まあ、こういった形として表れてるんですけど、まあ、これも半年とか、まあ、あの動画始めてから、全部の資金で、まあ、これが書いたぐらいだったので、あのまあ、結構ね、まあ、企画費として今後どんどん,どんどん使っていくにはちょっと少ないかなっていう感じではあるんですよね。まあ、だからこの CISMR を始めて、まあ、今だいヶ月1年と3ヶ月ぐらい。 ま立ってるわけなんですけど、ま本当に今のところ、まあね、自分の、ね、趣味だからね、自分のお金とか時間を費やして楽しむっていうのは、まあ、これ当たり前のことなんですけどえ、もっともっとね、こう、自分の仕事とか、まあ、時間とかに縛られずにもっとやりたいなって、で、そういう風にやることで、もっと想像力とか、まあ、企画とかが面白くなったりとかすると思うし、編集にももっと時間かけれると思うんですよね。そう。まあ、趣味だからこそ、 好きなだけやっていきたいっていう思いは、もう僕昔からずっとあって、まあテニスもね、本当にもっともっと時間作れたら、あの、ま朝から晩までやっていたいっていうぐらい好きなんですけど、あの、だから、まあ仕事とか、その忙しさを言い訳に、この ASMR を、おざなりにしたくないっていうのもあって、本当に理想で言えば、もうこうやって皆さんにね、音を提供して、 ま、それで僕がご飯を食べれて、そのお金でどん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 いい企画が埋めていければ、っていうのが僕の理想なんですよね。で、おそらく僕の動画を楽しみにしてくださっている方も、あの、まあ、月に4本とかしか動画が投稿されないのか、それとももうほぼ毎日のように何かクリエイティブな動画が出てくるのだったら、絶対後者の方が、まあ、楽しみになってくれるだろうし、自分がね、睡眠とか、 リラックスしたい時に聞けるような動画がもっとたくさん見つかるわけなんで、絶対にそっちの方がいいなっていうのは、まあ皆さんも分かっていただけると思うんですよね。ただまあそこに行くための、まあ中間地点として今回僕は、ま広告をつけるということをまあ選択したんですけど、はい。まあね、はっきり言うと、まあ趣味だからこそ全力でまあ好きなだけやっていたいっていうことに関して、まあやっぱり少なからずお金っていうのは必要になってくるわけですよね。 で、お金が必要となってくると、まあ、やっぱりこう、広告をつけるのが正直一番手取り早かった。本当に広告つけたくないって思いで、あの、ま、その Amazon をね、を使ったプロジェクトを開始したわけなんですけど、まあ、それじゃあ正直こう、まあ、好きなだけ何かやっていくための時間を作ったりとか、企画費を作るためには、ま、正直難しかったっていうところもあって、非常に悩んだんですけど、 このままだと、もうね、ずっと、この家のね、後ろにあるこいつを背景に動画を撮るだけ、ね、あの、とか、に家にあるものだけで撮影をしたりとか、っていうことしかできないので、もっともっと、ね、あの、ASMR の幅、僕の ASMR の動画の幅を増やしていくためには、まあ、やっぱりこの家から外に出て撮影をしたりとか、もっともっとこう、視野を広げて、ASMR をもっともっと新しいジャンル、 とししてて動画を出していきたいいとかっっててう,うにも思ってるんですよねただ正直そのためにはやっぱり時間とかお金っていうのが必要になってくるのでこのね、セアイエスから多少なりともこの企画費に使うためのお金が集まれば僕が普段やってるね、お仕事からもっともっとこっちに時間を費やせるでそうすることであのもっと面白い企画ができたりとかいい音が取れたりとか当然お金があればいい機材が買えるので もっと音質も簡単に良くなるし。で、ずっとこのマイクで今撮影してるんですけど、あの違うマイクでもね、撮れたりとかするので、もっとこう、いろんな音、いい音が撮れていくわけですよ。はい。でまあね、僕本当にさっきから自分でもこういう話をしてて、必死に言い訳してるな、みたいな感じがあるんですけど、皆さんがね、どう捉えていただくか次第かなっていうふうには、 正直思ってます。でも僕はね、だから、広告これからつくけど、僕の動画見てねえなんていうつもりは本当にないですし、広告つくならお前の動画なんて見ないよっていうふうにもし思う方がいるんだったら、僕の動画はもう正直それまでのクオリティだったなっていうふうに僕はもう、自分の責任だなって思うし、もしそういう方が仮にいるんだったら、仮に広告がついたとしても、僕の動画を見に来てくれる人が100%、 になるように、今後もっともっと、この選択をすることによって、まあそういう風にしていきたいなっていう風に思うんですよね。はい。っていう感じのね、報告動画になります。はい。ただ、性愛 s m r の上位20本くらいの動画のうち、まあ4本くらいはね、年齢制限で、あの、まあそもそも広告がつかない動画があるので、まあ、これに関しては皆さんの心地よい視聴をね、まあ、邪魔はしないようになってます。で、あと、 トップ20のうち、まあ、半分以上かな、今のところ。に関しては、あのー、まあ、いわゆる大人の事情っていうやつで、広告が制限されているので、まあ、ついたりつかなかったりするものっていうのもあるんですよね。まあ、だから、今すでに出てる動画の中で人気どころのものに関しては、広告がつかないものが多いですね。はい。 まあだからなんだって感じではあるんですけど、まあ今後の動画に関しては、まあ初っ端のはおそらく広告がついてきます。まあただね、動画の趣旨に、まあ、沿ってね、まあ広告をつけるつけないとか、どの広告をつけるとかっていうのは決めていきたいというふうに思ってるので、まあね、例えば ASMR の動画なのに、あの、なんか間に何本も広告が挟まるとか、 正直、こういったことは絶対にしないので、そこは安心してください。もし仮に広告が貼られたとしても、まあ、バナー広告ね。この辺に出てくるやつ。あとは、本当にしょっぱなに出てくる広告と。あと、ま、多分、これはしないと思うんですけど、一番最後ね。エンディング終わった後に、ここが挟むか挟まないか。で、これに関しては、まあ、睡眠を促す系の動画に関しては、もう最後にね、 爆音の CM を挟むと、正直皆さんしんどいと思うし、僕もそういうことしたくないので、これに関しておそらくしないと思います。で、絶対にしないって約束できるのは、あの、なんかね、長い動画は間に CM 挟めるんですけど、あれは絶対やらないです。はい。まあね、あの、まあ、当然間に CM 挟めば挟むだけ、ね、収益増えるとは思うんですけど、もうそれやっちゃうと a s m r 動画じゃなくなっちゃうので、はい。 まあやっても一番最初だけかなっていう感じはします。まあただそれもね、含めて動画の趣旨によって変えていこうかなっていうふうには思ってるので、まあ理解してくださいとまでは皆さんには言わないんですけど、今後もね、まあ、広告が仮についたとしても、まあ聖夜さんの動画は見ますとか、まあそういうふうな意見が多くなるようにね、あの今後も精進していきたいなっていうふうに思ってます。はい。っていうのと、まああとは、 もう一つね、ちょっとちっちゃい報告があるんですけど、この小声雑談系の動画に関して、これまでね、4本 a ム m r 動画出して、1本小声雑談。4本出して、1本。っていう、5本のうち1本が小声雑談っていうふうに、まあ規則正しく並べてたんですけど、まあ単純に僕がね、規則正しいのが好きなだけで、あの、こういうふうにしてたんですけど、ただそうなると、5回に1回必ず小声雑談が来るので、 もうネタを考えるのが正直しんどい場面とかあんまり話したことがないのにちょっとネタを見つけるようにしてみたりとかってすると、まあ、これも結局本末転倒なのかなっていうふうに思うのでこれからはまあ好きな時に過去の小声雑談系の動画は出そうかなっていうふうに思っていますっていうのとあともう一つね、まあ、簡単に抱負じゃないですけどまあ意気込みみたいなものね、まあ、今後なんでこういうちょっと広告をつけるような決断をしたので まあ動画のクオリティをまあ自分的にはどん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 上げていきたいなっていうふうに思ってますしまあ少しでもね企画に使うためのお金が入ってくるんだったらあのいつも自分のね仕事で稼いできたお金をここに費やせなくても良くなるのでそっちの仕事でまあ使ってる時間っていうのはもっとこっちに費やせるわけですよねでどん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 こっちに時間を費やしてもっと投稿できる動画の本数クオリティをもっとアップしていきたいと思っているので ま、ぜひね、仮に広告ついてても、聖やさんの動画を見たいっていうふうに、思ってもらえるように、僕が本当に好きでこの ASMR 動画をやってるってことが、えっと、皆さんに伝われるようにね、伝わるように、あの、もっと頑張っていきたいなって思ってるので、まあ、ぜひね、今後も応援していただける方は、この聖夜 ASMR を応援していただけると嬉しいなと思います。はい。 というのと、本当にこういった苦渋の決断ではあったんですけど、多少なりともね、あの、この報告に対して不快な思いとか、嫌だなって思う方もいらっしゃると思うので、そこに関しては本当に申し訳なかったです。はい。まあ、ただね、この、まあ今現状に関しては、僕にとっても、皆さんにとっても、悲しい、まあ残念なお知らせにはなるんですけど、まあただ本当に最終的にはね、あの時あの決断してよかったなとか、 あの、決断して良かったねっていう風に皆さんに思ってもらえるようにやっていきたいとは思ってますので、はい、今後ともぜひこの AACMR をよろしくお願いいたします。ではね、今回の動画に関しては、えー、このような形で、あの、締めさせていただきたいなと思います。また何かね、ご意見とか、ある方はぜひコメント欄に書いていただければ、しっかり目を通させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ただ皆さんに一つだけちょっとお願いがありまして、まあ、コメント欄で、まあ意見とかね、を書いていただくのは全然、あの、やっていただきたい。まあ僕も目を通したいので、そこは全然結構なんですが、何かこう、まあコメントを書いていただいている方々で何か言い合いをもしなったりとか、何かそこで喧嘩のようなことになるのは、あのー、僕も、まあ周りの方もね、いい気持ちはしないので、まあ意見の交換程度でしたら全然大丈夫かと思うんですけど、 ま、その辺は少し考えていただいて、コメント欄をご利用していただければと思います。ま、おそらくないと思うので大丈夫だと思うんですけど、その辺もご注意いただければと思います。それではね、今回の動画はこちらで終わりたいと思います。今回の動画も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。